皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、リクエストをいただきました。ラジオで、毎月1回新曲発表してますけれども、あの新曲を歌ってくれということでございました。ハレルヤというタイトルで紹介したんですけど、すべてあなたの前にという、変更、タイトル変更になっております。その曲を、全てを脱ぎ捨てて、惨めな自分をさらけ出して歩いた。生きることを選んだのだ。どんなに器用でもそれが答えだ。命の輝きはきっと絶望の向こうを待ってる。ハレルヤ。静かな夜が来た。奪われるものもない自由だ。何一つ隠さず、ありのまま、すべてあなたの前に。どんな自分も許される奇跡が待ってた。命の輝きはきっと絶望の向こうを待ってる。新曲すべてあなたの前にという曲でした。また見つけてきます。おまけのコーナーになりました。もう本当によく動画も作ったりね、舞鶴に行った時によくよく使ったんですけど、トヨタカローラ京都。京都に広がる出会いの場、カローラ京都で乗り継ぐ思い、つなげるつながる助け合う、一緒に京都を応援します。走ってもっと近くに、トヨタカローラ京都。トヨタカローラ京都を一発目に作った方のサウンドロゴでした。また見つけてきます。